次は K2 です。はい、はい、K2 さん、はい、僕らはあの海外には行かなかったんですけども、うん、もう今日本にあの世界中からいろいろ海外の方集まってるじゃないですか、はいはい、そういう方の悩みを、はいはいはい、力になってきました。次なる友達は一味違う。コンピューターを駆使しインターネットで世界を股にかける超ハイテクエリート。友情の舞台はさあ情報最先端を行く国際都市東京だ。この街でどんな友情が生まれるのだろうか。世田谷の閑静な住宅街に超国際派エリートは暮らしているらしい。そんなデジタル人間と友達作りをするのはこの2人。コレル君、はい、インターネットってなんだ。本当めちゃめちゃアナログ人間だ。インターネットってあれですよ、パソコン使って世界中のいろんな人たちと交信ができるんですよ。あ、じゃあ最先端を行く人間がこう扱うものだね。見てください、もう一昔前の青春くんだよ。相性いるんだね、まだね。大変だ大変だ大変だって大変だ大変だってガシャーンってこけるタイプ。そういうタイプじゃないよ。手振ってろ。おい、なんだおい、嘘。嘘。え、バクシャル君。はい、そうです、バキャルです。そうだよ、タイ料理の出前の人だよ。すごい汗かいてるけど今。すごいコンピューター。そうです、一応そうなんですよね。インターネットの。そうです、エリートの。こう見えてもバクチアル君は将来母国マレーシアを背負って立つ超エリート。なお彼は今インターネットで知り合った女性に片思い中。彼女のことが気になり勉強どころではないらしい。告白したいんですけどね、もうなかなか言えなくて恥ずかしいのもあるし自信もないし、告白したことないですね今まで。にぎさんに来ていて気持ちいい。どうやら恋愛の方は最先端どころかかなりの奥手。2年間でしょ。そうです、一応ね。ねえ、その彼女の名前何でしたっけ。あ、ノルハヤニー。そのフルネームはノルハヤニー。そのヤニーはどこがいいんですか。まあこういう形じゃない。今までこう女の子と付き合った経験はないんです。一回も。一回も。じゃあそのインターネットだけ、その恋愛だけ、ゼロです。デートもしたことないけど。そう。だからなんていうの、二人で、はい、一対一に話したことないんですよね。でその前から。じゃあこれまでで一番女の子に近づいた距離は？あれぐらいだったら。そうですね、これぐらいですね。全然近くないよこれ。近いです。だから数キロればいいんですよね。女の子がじゃあこのぐらいに近づいてきたらドキドキし始めちゃうんだ。もしその気。好きという気持ちがあれば。そうだよね、このぐらいじゃ手も握れないもんね。握れますよ。これバクチャル君先は長いな。恋愛経験ゼロのバクチャル君を助けることができるのか。とりあえず彼の暮らすアパートへ。一度も会ったことのない彼女との恋の記録がここにある。ちょっと汚いですけど、ね、昔のドラマにすごい出てきそうな。バクチャル君、おい、なんかほら綺麗でしょ。中村雅史さんが住んでるみたいだよ。ねえ。青春ものだよ、青春もの。バクチャル君はパソコンを使い、E メールと呼ばれる通信方法で片思いの彼女と2年間手紙の交換をしている。2年もあればかなり相手のことが分かっているはず。もう細かいことは知ってんの、いろいろ。例えば誕生日とか。知らないですよ。知らないの、うん、遅いんだよね、ペースが。もっと巻いていかないと。いいね、バクチャル君に恋する気持ちが芽生えたのはこのメールからだった。突然こんなこと聞いて驚かないでください。今付き合っている彼女はいますか。あららら、ああ、できたんだ。そうですよ。あ、うわ、その気になってきたんだ。で、バクはどう答えたの。今はいません。あ、ちゃんと答えたんだ。そう。写真ありがとう。とってもかっこいいですね。彼女がいないなんて信じられません。え、写真送った。いい感じ。自分の写真。こういうのいいんですよ。出た、どれ。彼が送ったかっこいい写真とは。どれ。どれ。これです。どれ。何これ。顔がよくわからない。かっこいいっていうかわかんないよ、どうして。もっとこういう素敵なこのぐらいの大きさのものを送んないと。恥ずかしい。私の写真も送りますってなるじゃん。そうね。それ来たの。
今日来ましたね。来たの？見せてよ。彼女がバクチアル君の心の恋人ヤニちゃん、清楚で可愛らしいマレーシア美人。この写真で彼の心はさらにときめいた。写真もらって、可愛い、写真あってこういうものを作ったんですけど勝手にねなんと勝手にツーショット写真を合成。しかし二人の間にはなぜか距離があったお前は勉強しろ、こんなことやってないでこれも勉強の一つですよ。お前は絶対学業と恋愛両立できないよ絶対あ、これこそ、来た来た。バクチアル君はヤニちゃんに思い切った質問を投げかけていた。長いよ。もし好きな子がいたら、うん、どうすればいいのかって彼女に聞いた。彼女に聞いちゃったのやり方わかんないんだから。あ、こういうのやり方わかんないから面白い。私だったら好きな人からはきちんと告白してもらいたいと思います。カモンカモンじゃん。もう早く言ってあげないと。もう直接言ってくれって言ってるんだもん。そうかな。なそうかな。なんか臆病だな。彼女も待ってるじゃない。待ってるか。ヤニーが好きですって。いやそれまでは言えないんですよなんかすごいすごい動いてる、すごい動いてる。ねえ、浮きは沈んでるんだからありえないと。ガンとほうじゃないよですよねほうじゃないよ。マクとしては、うん、ヤニーのことは好き、うん、で告白したい、したい、うん、よし、うん、じゃあ行きましょう。はい、彼女はもう日本に向かってます。嘘でしょ。実はこの日ヤニちゃんはバクチアル君に内緒で緊急来日。そして今まさに東京へ向かって移動中なのだ。行きましょうよ。はい、それもビシッとしないと。またここでここでバクのお話を。あ、なよっとしちゃったよ。なんか不安だなぁ。腰が抜けてしまったバクチアル君を連れ出し、ヤニちゃんを待つ。もうどう、今今の心境は。今の心境はですね、いいですよ。お、いい、もう決まった。それ気合入ってきた。2年間のメールのやり取りが全部台無しだから。そう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 、そうこう、うん、あ、渡し方、渡し方、どう見せて、見せて、見せて、こうヤニが現れた。かっこいい。バラトゲがあるから、怪我させちゃうから。そう、じゃあ胸に出せば、ね、そうそうそう、受け取りやすいところだと受け取りやすいよ。ついに片思いの彼女を乗せたリムジンバスが到着。もういつでも、いつでも降りてこいっていう感じで。みんな降りてくるんですか。あそこに降りてくるんじゃない。ここいよいよご対面。その時バクチアル君は来たよ。何やってるの。なんで下がっちゃったなんで下がっちゃったの。バクチアル来たよ、いっぱい。なんでさ、あいつはもうどしっとしてよ。あ、倒れた、倒れた、あれじゃないの。ほら、ほら、あれ、あれじゃないの、俺やったの。あれ、巻いてる、巻いてる、巻いてるよ。頭に巻いてるよ、ほら。ほら、そうそう、ヤニだよ、ヤニ。ヤニだよ、ヤニ。ヤニ来たんだよ。ヤニ来たよ。ほら、すごい荷物持ってるの。ほら。あ、いいよ。じゃあ、行こう。勇気を出して行こう。マジか。インターネットで知り合ってから2年、初めて2人が顔を合わせる瞬間。最初に何と声をかけるつもりなのか。頑張れバクチアル。一言の話じゃ絶対かっこ悪い。笑われてた、笑われてた。何それ、何それ。そんななってるの、そんななってるのか。なんかあそこで力尽きたみたいな。やったことないんだもん。そう、そうだけど増えてかなきゃ。バクチアル君、今日はこの辺が限界。この時にかな。でもどうだった、実際見て。ヤニちゃん可愛かった。可愛いね、ふっくらしててね。ヤニちゃん、バクチアル君の印象は？大変だ。やはりバクチアル君はポイントを落としていた。翌日、遊園地でのデートをセッティング。しかしその前に K2 からアドバイス。この前のバ
クの、はい、あの格好を見た時に、はい、やはりまだ女性に慣れてないということで、慣れてないね、いきなりヤニーと合わせるのはちょっと危ないだろう。危険です。でそのさ、デートの前のさらにシミュレーションを我々がさせてあげるから、それいい ね、でその自信をつけるために、うん、それまでのデートの相手になってくれる女性を用意しました。お誰この芸能界で、うん、ぽっちゃりした美人、はい、はい、その方はこちらです。どうぞシミュレーションの相手は山田花子。お待たせ。あ、でも俺大丈夫大丈夫、あんまり緊張してないもん。どうですかバク、どうヤニーと比べて。いや、ヤニーの方が甘ったな。いやいや、可愛いですよ。そういうこと言うなよ。ねえ、私と帰っていいんだよ。いや、帰らない。まずはデートにおける正しいジュースの飲み方、2人のムードを盛り上げるその方法とは。2本のストローは恋人たちの必須アイテム。何ストローじゃん、ほらヤニーが飲む。そこで自分もここを飲むわけ。はい、近さんだ。はい、早く置いて。僕も飲むんですか。はい、はい、はい、僕も行く。あー、なんかほら近いですよ。ほんとずーっと待ってないの。そうするとこうハートになってっから。できないな。大丈夫だから持って。これを使えばヤニちゃんとの距離も急速接近。素晴らしいよ。遊園地は恋人たちの楽園。バクシアル君も男らしくリードして見事告白することができるのか。緊張気味にヤニちゃんの到着を待つ。心配なので3人は無線でアドバイスを送ることにした。バク聞こえますか。バク聞こえますか。聞こえたら右手を挙げてください。あ、聞こえてる聞こえてる。あの、もうそろそろ本番ヤニー来ると思うんで、もう自信を持って頑張ってください。こういう時って何考えてんだろうね。緊張度はピークに達していた。そしてヤニちゃん登場。あ、来た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 。デートいよいよスタート。頑張れバクチュアル。しかし2人の距離は、バレンシアに行った時は女の子とこの距離より狭い距離で見たことないの。どうしてもこの距離になっちゃう。とにかく彼女との距離を縮めることから始めなくてはならない。どうやらバクチュアル君は少しずつ距離を詰めていこうという作戦らしい。まだヤニちゃんの方が警戒している様子だ。そこでヤニーがちょっとあなたを信用 しなくなってきてます。ポイント上げてください。お、やったぞ。なんかやるぞ。あー、待って、待って、待って、よし、よし、よし、あんまり。おー、なんだ、売れたぞ。何や、前も笑ってる。何これ、どうしよう。やっとおかしい人。一世一代のパフォーマンスは裏目に出てしまったのか。大成功だった。もうこっからはね、パークの勇気ですから。もう彼女は手を伸ばせば届く距離にいる。そこでバクチュアル君、何かを決意したようだ。どうやら肩に手を回したいらしい。だがそれは彼にとっては大冒険。おお、いけ。いかんせん手もつないだことない男ですから。おお、近づいてきた。よし、これは、おい、このロケットはいろんなとこ落ちるね。頑張れバク。そこでサリンスヤニちゃんに近づき肩を抱くためにプリント写真作戦決行。いいよいいよいい調子だ。あれ？マード取るだけでしょ。オッケー。でこれ肩を妥協すればいいんだもんね。そこで肩を抱いて。早く。何の合図？ここが限界か。
かし初のツーショット写真で確実に彼女との距離は縮まったに違いない。縮まってはいなかった。作戦失敗。ならばと向かったのはお化け屋敷。ここなら彼女から抱きついてくるはず。コックにやられたわね。脳みそがこぼれてるわ。しかし怖がっていたのはバクチュアル君だった。なかなか彼女に近づけないバクチュアル君。なんとかヤニちゃんにいいところを見せたい。思えば彼の武器は日本に詳しいこと。どうだろうね。あ、天丼あんまかねえや。いやあ、私はダテンじゃなもう天丼したあ。いやあ、がなくなった。あがたパニアドデート。あはは。いけだよいけだよ。で、行こうげや。なしびやそう。だ。会話も弾んできたところで、いよいよ日本ストロー作戦。頑張れ頑張れ。はい、ここだ。え、だな。早速自分のコーラを勧めるが。いや。あ、でも嫌だった。目が飛び出した。やばいもん。煙出ましたよ。生まれて初めてのデート。極度の緊張でやることが全て空回り。周りを行き交うカップルのように手をつないで歩いてみたい。彼女に好きだと言えない自分に苛立ちが募る。このままではいけない。そんな焦りが不安に変わった時、バクチュアル君の体に異変が起きた。しかしどうしてもヤニちゃんを前にすると告白できないという。そこで、こういう方法もあるよ。ラジオ放送局へ。園内で流れているラジオ番組に飛び入り参加。なかなか告白できないバクチュアル君を助けてほしいと持ちかけた。なんとか告白できると思います。もっともっと元気よくいけよ。大丈夫だから。今言うんですか。一生に一度も。バクチュアル君を連れて A2 は園内のラジオ放送局へ。僕はこの辺にいるんでしょうかね。なかなか告白できないバクチュアル君を助けてもらおうというのだ。失礼します。なるほどね、はい、で意外とその彼女のを目の前にして目の前にすると言えないわけですよ。なんとか告白できると思います。思います。もっともっと元気よくいけよ。もっと胸張ってね。やっぱだったら今 BGM のリクエストは好きな曲ある。うん、あ、タイタニックのあれ My Heart Will Go On。 セリーヌ・ディオン。はいはいはい、はい、こういうやつですね。さあ、バクチャール君の告白メッセージ、ヤニちゃんの心に届くのか。バクさん、頑張ってください。頑張ります。Tapi saya gembira lah ini ya. Saya pun agak pun gembira juga lah. Mak saya ni betul-betul tak semangat lah. So saya fikir tak ini jadi gembira saya. Saya suka awak. ありがとうと一言、皆さん本当にありがとうございます。皆さん頑張ってきます。ほら、
ちゃんの返事は頑張ってね。terima kasih sebab beritahu pasal awak ke saya. So sekali lagi saya ucap terima kasih. インターネットで始まった2人の恋物語、今やっとその花を咲かせようとしている。おめでとうバクチュアル君とヤンちゃん、2人の思いは一つになって日本の空飛ぶ舞い上がった。最後あんなもん、2人の愛がこうドーンとすぐ横に座らすにはバンジーしかないんですよ。いや、そのベンチで描いた今度いつ会うっていうの。来年帰ってから。来年帰ってから。そうちゃんとした挨拶もしないと。あ、お父さんと行くんだ。ちょっとちょっと急接近。すごいジャンピングアップだよ。でも全然ロシリア君となんか純情さ加減が、うん、全然違いますよ。そのところによってはそう変わってくるでしょうね。ねえ、うん、見習わなあかんで。そうだ。大の。あれ何東の。ラギアペでロシリア。バルバキエリアアペで。あ、そんな仲良くなってよかった。アペデリコ。うん、あ、もう二人きりさせちゃってくれと。そういうことですね。ね、そういうことなく落ちました。わかりました。仲良くね、二人は。あ、わけりゃ、まん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 。宮崎。宮崎、宮崎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 宮今回も世界のあちらこちらで生まれた友情の数々、また会おう、かけがえのない友達を、いつまでもこのときめきを忘れずに。この放送は B&G 最瞬間製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。